はい、ご紹介に預かりましたインクルーシブパティシエの清水佳代です。タイトルにもあります、食べるって幸せ、それが私の生きる道。私がこの道を進むことになったお話や、これからどうしていきたいか、皆さんにぜひ聞いて知っていただきたいと思います。私は今ハシビロコウプロジェクトのチーフを行っております。このハシビロコウプロジェクトは、新しい食体験を届けることを目的としております。ハシビロコウ、動物にもいますよね。ハシビロコウ、そして楽、楽しむ、漢字に当てはめていくと、橋はスイーツを使って嚥下障害のある方、そのご家族の方、それと私たち健常者の方も一緒の空間で同じものを食べられる、そんなスイーツを全国に届けていきたいと思っています。そして広げる、橋ビロのビロ、これは食べること以外にそんな活動をしている、日本全国には食べることで悩んで困っている方たちがたくさんいる、その方たちが外食して日常が楽しくなるもの、そんな社会になることをいろんな分野の方に伝えていく活動をしていきます。そしてハシビロコウの香、これは香りです。香りは食べる上でとても大切なアイテムになります。香りがあるだけでお腹が空いてきたな、食べたいなって思う気持ちと、もう目の前でその香りがあるだけで手が伸びるような、そんなお食事が本当に普段の日常にあふれるように、そんなアドバイスや工夫が皆さんに伝えられたらいいなと思っております。そしてその中でも、この活動をする中で辛いことや悲しいことがやっぱり目の当たりにあります。でもその中で自分がワクワクするものをご提供しなければ、目の前にいる人たちを笑顔にすることができないということを気づきました。それを気づかせてくれたのが2013年のカムリエというお店です。私はここでパティシエ兼店長をしていました。ここでは全国から、北海道から沖縄、海外の方も、食べることに悩んでいる方たちが訪れる施設でした。この場所は食べたい思いをつなぐ、そして集う場所。悩んでいることを内に秘めているだけだと、どうしても限界があります。それをワークショップや、それを支えるアイテムや、それを支えるスイーツで、医療従事者の方と、そのご対象者のご家族と、みんなで集って話す、そんな場所を8年半活動してやってきました。ここには各メーカーのレトルト、食べることに悩んでいる方たちに向けた食べ物、そういったものがあふれています。そして食べるために、口を作るためのアイテム、それを向上させるアイテム、そんなもの、あとは食べるための道具、食具、これはすごく大事なものです。これがなければ、いくらいいものを作ったとしても、食べてもらう
ところまではつながりません。そんなことを8年間皆さんの悩みや葛藤を話を聞いてそれに応えるように活動していました。ここで私は初めて摂食嚥下障害という言葉を知り、その摂食嚥下障害をどうしたら皆さんの障害という括りから出せるのかっていうところを日々考えるようになっていきました。私は一人だとやっぱりできることって少なくて、でもここに関わる先生方やご家族、摂食嚥下障害を持って困っているママたち、中途で障害になって、でもそれでも楽しく生きていくために何が必要なのかを教えてくれる方々、そんな方たちの出会いが私を突き進ませてくれました。カムリエでは日本摂食嚥下リハビリテーション学会という嚥下調整食分類コードというものをもとにお食事形態をはめ込み作っていました。8年半それをずっとやり続けることで、少し物を作る、調理をする、お菓子を作る人間として疑問、もやもやっとしたものが生まれました。それはコード内にある滑らかに作ること、食べやすくて物性も柔らかくてそれでいいんだよっていう方ももちろんいらっしゃいます。でも本当はご家族は滑らかだけだと毎日の食事飽きてしまう、その中に食感があったらどんなにいいか、そんな言葉を聞くようになりました。私は同じ空間で同じタイミングにみんなが一緒にいただきますができるフードが、そんなものができたら、この社会は、飲食店はどん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 変わっていくんじゃないかと思いました。2021年カムリエはビルの耐震工事で閉店してしまい、その活動が一旦お休みになりました。カムリエで得たそういった方たちのご縁、終わらせることはできませんでした。どうにかそのスイーツをまたみんなに届けたい、そんな思いから2022年東京都と大学の共同事業、インクルーシブフードの開発と普及に関わることになりました。一般社団法人もぐもぐエンジン、こちらがプロジェクトコーディネーターとして協力をし、ここで得たその嚥下障害を持つお子様のご家族、お父さんやお母さん、その方たちから聞くお話は、自分が今まで作ってきた滑らかで高度に当てはめたスイーツとはまた少しちょっと違うかなと思うようになり、ここの授業では3品のスイーツを作りました。食べてくれる方たち、ご家族がワクワクできるスイーツがいいな、そんな思いで作ったのがこの授業の3つの商品。そこでまた私は2023年、家族と子供、家の中だけではなくて一緒に外出に行って、外出に行った先で食べて、トイレも行けて、移動手段もあって、関わる人たちが偏見な目で見ないで、日常が、いろんな人の日常が当たり前に受けられる、そんな社会ができたらいいなと、あったらいいなと
気づくことになりました。皆さん知ってますか？自分たちが口から食べたもの、その時に感じるおいしい、それは重度の摂食嚥下障害を持っているお子様やご高齢者や大人の方、みんな口から食べても、胃から食べても、鼻から食べても、みんな感じるんです。おいしいものにはおいしいってしっかり反応してくれます。何でもいいわけじゃない。ペーストで、茶色でドロドロしている、嚥下調整食はそんな印象が多くあり、この11年経ってもまだまだそれは変わっていません。でも違うんです。すごくカラフルで形もあり、一緒に食べられるものがある、それがインクルーシブスイーツです。インクルーシブスイーツはスプーンですくってそのまま口に入れて食べられる、混ぜることやミキサーにかけることもなく、お母さんやお父さんやおじいちゃんやおばあちゃんや一緒に行く人たちが何の加工もしなくても食べられる、それがインクルーシブスイーツ。滑らかさの中にある食感を楽しめるもの、そんなものをいろんなところで食べられたら、全国でコンビニみたいに手を伸ばせば誰でも食べられる、そんなスイーツを私は作っていきたいと思います。これは自分だけが作るんじゃない、それを必要としている方たちの声を聞きながら、ゼロから一緒に作り上げていく、そんなスイーツです。そのスイーツは食べること、話すこと、きっかけを作れる場所となるアイテムとなります。それがこのスイーツには力があるなと感じます。スイーツだけでもなく、スイーツとそこに関わる人、人のぬくもりは本当に本当にこれからこの社会を良くしていくんだと思います。食べやすさ、おいしさイコールです。自分たちにとって食べやすいもの、人それぞれです。そのそれぞれがそれぞれを認め合えば、それだけで一歩進むんじゃないかなと思います。今日はそんなスイーツがあるということ、それを食べて喜んでいる方たちがいるということ、自分たちもそれを食べて体感できるということを知ってもらいたかったです。皆さんに伝えたいことはただ一つです。普段の日常がどんな人にも同じような日常になることを、それをみんなが心の隅の方で思っていることを、社会が動くきっかけとなるということを知っていただきたいなと思いました。ご清聴ありがとうございました。清水さん、ありがとうございました。